すまない、みんな。話の腰を折ってしまうことになるんだが。青柳くん？森の雰囲気がどんなものなのか、実はよくわからない。え？テレビなどで見たことはあるんだが、その空気感までは。ああ、そういうこと。ほら、遠足でちょっと遠くの山とか行くじゃん。あの時の自然に囲まれて静かだなーって思う感じみたいな。おい、アン。え？すまない。俺はピアノとバイオリンのこともあって、手に怪我をする危険性があることは止められていたんだ。学校行事も同じで、運動会や遠足も参加させてもらえなかった。あ、そういえば前にも少し話してくれてたよね。ごめんなさい、青柳くん。私、全然気がつかなくって。いや、気にしないでくれ。昔のことだ。しかし、申し訳ないな。俺の経験不足のせいで、支障が出てしまった。俺が森に行ったことがあれば、あずさわの言っている静かな森の雰囲気が分かって、ちゃんとイメージの共有もできたんだろうが。なので、そういった部分を補って、チームとして成長していくためにも、近々、森に行ってみようと思います。別に止めはしねえけどよ。つうか、お前、そもそも、一人旅したことあるのか？いや、ない。中学までは家族で毎年ウィーン音楽祭に行っていたが、単独行動は許されていなかった。できることといえば、ホテルの窓から街や星空を眺めることぐらいだったな。コンクールで遠出をするときも、母さんの車で送り迎えをしてもらっていたものだ。改めて聞くと、すげえ家だな。あ、周囲に比べると特殊な環境で生活していたということは理解している。俺は普通に生きていれば経験できることをまるで経験できていない。だからこそ今しっかり経験を積んでおきたいんだ。しかし買うつもりがないものも見ていると欲しくなるな。予算をオーバーしない範囲なら。ん？これは説明書きがあるな。なるほど。濡れた食器を干したり小物を仕分けたりするのに使えるのか。こっちは材料を入れてから転がすとアイスができるボール、そんなものまであるのか。この音叉のようなものはバーベキューフォークか。こっちは調理器具にもなるコップ。キャンプ用品にはこんなにも面白いものがあるんだな。眠れないな。妙だな。こんなにそわそわするのは初めてかもしれない。大きなコンクールの前日も集中すれば眠れたんだが、今回はいつもとは違う感覚だ。ああ、そうか。これが遠足前に眠れないという現象か。これもいい経験だな。テントが立ち上がった。すごいな。ああ、ん？急に風が強くなってきたな。やべ。あ、テントが浮いて。まずい。このままではアキトのお宅のテントが。あ、トウヤ、どうした？すまない、つまずいてしまった。こういう場所は石が多いものなんだな。おう、気をつけろよ。うまくできるだろうか。
枝に火をつけて。あ、今度は火が移っていった。おい、トウヤ、包丁持ったことはあるのか？ない。調理実習でも主に玉ねぎの皮を剥いたり何かをこねる係になっていた。だから今日が初の包丁になる。ま、緊張しないでリラックスしてやれば大丈夫だよ。見たところ握り方も間違ってないみたいだしね。じゃあまずはパプリカをお願いしようかな。わかった。どのくらいの大きさに切ればいい？いつも適当に切ってるけど、串を打つから4等分くらいかな。半分に切ってもう一回半分にすればいいから。4等分。いや、力入りすぎだろ。青柳くん、リラックスだよ。左手は猫の手にすれば指を切らないからね。この猫の手というものが難しいな。このまま食材を抑えるのはなかなか。切れた、切れたぞ白石。おお、バッチリじゃん。どうや、結構センスあるんじゃない？不思議な感覚だ。俺は小学校も中学校もろくに行事に参加できず、いつも楽しそうなクラスメートたちを見ることしかできなかった。だが今こうやってあの時できなかったことを経験することができている。とてもありがたいことだな。ん？そうだ、星が見えるなら。の、どうした？見当たらない。なぜだ？そうか、今は冬だから木に邪魔をされて。なら、え、青柳くん、どうしたの？トウヤ、急に木に登って。すまない、少し確認したいことがある。木に登って何があるんだ？木の皮が指に刺さる。その上霧で濡れているせいで足も滑る。木に登るのは思った以上に難しいな。本当に俺は何もしたことがない。だが今はそんなことはどうでもいい。これを登りきればきっと。きっと見えるはずだ。見つけた。カシオペア座だ。5つの星を2本の線で結んで、そこから真ん中の星へまっすぐ線を伸ばす。その線をさらに5つ分伸ばせば。あった、北極星だ。え？あ、そっか、北極星が見えれば北がわかるね。これで俺の持っている地図と照らし合わせればキャンプ場に戻れるはずだ。やったー、トウヤ、ありがとう。さすがだな、助かった、トウヤ。ところで、トウヤ、お前、そんな高いとこまで登って大丈夫なのか？何？お前、高所恐怖症だろ？あ、青柳くんが固まっちゃった。アキト、なんで気づかせちゃうわけ？あ？俺のせいかよ。大丈夫だ。登れたなら
降りられるはずだ。あ、青柳くん、頑張って。頑張れ、トウヤ。しっかりしろ、トウヤ。一緒に帰るぞ。大丈夫だ。俺は降りられる。トウヤはもう大丈夫そう。木から降りた途端、膝ガクガクになっちゃってたけど。すまない。迷惑をかけたな。ガブッと。串から外さないのか。それもいいけど、やっぱり外ならガブッと行くのが美味しいよ。そうそう、ガブッとガブッと。そうか。なら。ああ。確かに美味しい。今まで食べたどんなものよりも美味しいかもしれない。後でそのデータをもらってもいいか。写真を部屋に飾ろうと思う。わざわざ印刷すんのかよ。ダメだな。テントを張って、火を起こして、料理をして、森に行って、遭難をして、星を見て、木に登って、今日は、初めての体験ばかりだったな。昔は、どこにも行けないように感じていた。部屋の中で、ひたすらに楽譜と向き合うことだけが、俺のすべてなんだろうと感じていた。だが、今は違う。きっとこれからも俺は、想像したこともない、たくさんの経験をしていける。今日のことはきっと生涯忘れないだろう。ありがとう。